粉駅でデビューする猫駅長のきなこくんです。近頃は人間と一緒に働くボサニマルをちらほら見かけるようになりましたが、きなこくんの活躍でさらにボサニマルが注目されるようになるかもしれませんね。ボサきなこ知り合いですか？昔なじみの野良猫仲間や。へえ、あんたちゃんと食べてんの？ねえ。大丈夫です。僕人間と一緒に仕事をするのが夢なんだ。夢？僕は生まれた環境のせいにしていきたくない。自分のレールは自分で敷いていきたいんだ。どうするつもりなん？隣町に保護猫の世話をしている駅員さんがいるらしいから相談に行ってみようかと。それが駅長さんになってテレビに。めっちゃいい話じゃないですか。はい。自分でレール敷けたんやな。Just the way you are.